祝岸田家の岸結婚、岸さんの男気を語ろう。おめでとうございます。まずはもう、はい、ゲストに来ていただきました。そうです、僕ら事務所ライブの間に、はい、その撮らせていただいてて、いつもゲストをお呼びして、はい、一周し終わって、はい、どうしようかってなった時に、はい、岸さんがご結婚されたじゃない、はい、ということで2週目でお呼びさせていただいたんですけれども、はい、いやまず本当にご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。いや、これは、こういう庭は僕ちょっとさっき、この撮影前に気づいたんですけど、はい、結婚指輪ですか。はい、なんでねえだろ、これ。この L って書かれた、レイカーズのチャンピオンズリーグですね。レイカーズってバスケの、バスケの、ああ、ありがとうございます。怖いよ、その人。結婚されたということで、で、あの、僕らは本当に岸田家さんにお世話になってて、あのちょっとこの度、まあちょっと恥ずかしいかもしれないんですけど、はい、岸さんってこんなに素晴らしい、はいはい、こんなに素晴らしい人間なんだっていうのを伝えたいと。岸さんのちょっと器の大きさっていうのを、はい、なんか過小評価されてるというか、世間に知られてないんですよ。はあ、いや知られてない、これは確かにないよね。いやいや、でもせっかく言ってくれてんだから、古川とか。今日はだから褒められればいいわけでしょ、岸は。もちろんです。そうです、はい、もうそれはもうね、タコの褒めちゃってください。最近で言ったら、はい、その僕がコロナの濃厚接触者になってしまって、その自宅待機してる最中に、岸さんが突然連絡が来まして、今ちょっと自宅待機で外出るのもしんどいでしょみたいな感じで、あ、そうですねっていうふうに答えたら、今から Uber Eats を頼むからついでに頼んでやるよみたいな感じで言ってくださって、僕3人で住んでるんですけど、芸人3人で、3人分のケンタッキー1人4ピースで、サイドメニューのポテトでクリスピーでツイスターというセットをそのウーバーに届けてくれて、いや、すごいですよね、自宅待機で。その何十年経っても、その自宅にウーバーイーツでケンタッキーを届けられる人間にはなれないなっていうふうに。その発想がないってことですね。そうですね、はい、かなりお世話になってるんですよ。いやいや、本当にすごいですよ。はい、それもなんかちょっと違くて、最初本当、村田赤もみじの村田が、はい、コロナになったの、はい、でだから、ご飯俺が食べるから、うん、なんかいるかなと思って、村田もまあ可愛いし、はい、しています、うん、はい、で、村田になんかいるって言ったら、はい、そんな申し訳ないんでいただけないです。まあまあそうですよね、僕のせいでいろんな人に迷惑かけてしまって、いただけないですって言われたんです。まあまあそうです、まあまあしょうがないだろう、うん、でもなんかそのなんかこう、こうあげたい欲みたいなのもあるじゃん、こっちも断られたからね。そうそう、だから、あ、同時期に濃厚接触になった古川と木田にまず俺連絡したの、うん、シェアしてた、うん、そうですね、なんかお前らもうその外出れなくて、すごいっすよ、あれだから、うん、そのまあなんかね、備蓄してるみたいなの聞いてたから、うん、はいはいはい、あ、まあ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 一応、はいはい、貯蓄はある、うん、食べ物はなんとかなるんだけど、うん、まあ飽きるじゃん、やっぱ。まあそうですよね、ああいうレトルトというか、はい、保存食をずっと食ってるわけだから、うん、で、なんか食べたいものあるかと俺は連絡したら、木田が、はい、多分ね、既読つかない、寝てんのかな、あー、なるほどなるほど、古川からすぐ帰ってきました、はいはい、まあ、村田はそんないただきませんって言ってました、はい、古川、まあ、なんか食べたいのあるかって言って、はい、ませんだ、はい、ケンタッキーお願いします。いやいやいや、消費指定すんじゃねえよ。いや何やってんの、これは肉食いたいすとかならマジで、なんかケンタッキー、いや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 、それはでも僕としてはその先輩からの誠意をそのいただけないですって断る方が逆に失礼かなという気持ちがあって、いいんですかとかねえじゃん。でも気持ちよかった、そこで、なんかそうなんですよ、消費して、うん、だって楽じゃん、うん、まあまあまあ、やりとりいろいろやるよりは、なんかサクサクしたものお願いしますって聞かれたらさ、うん、そうなっちゃうけど、いいんですかっつって、うん、何が食いたいっつって、ケタキとかとか、そういうことじゃないですか。あ、それぐらいのラリー欲しいですよね。いや、ちょっと出ようそこはストキルでワンタンキル。でもそこは、でもかつても岸さん結構ご馳走していただいてた時期に、相当だってここなくていいもんね。そうなんですよ、へりくだりすぎて、逆に岸さんがもうちょっといいわみたいになって
切り離された時期切り離された時期があったんで、はい、もうそこは胸に飛び込もうっていう形で、うん、それはね、それはもうあの古川の分かってます古川の性格ももちろん分かってます、はいはいはい、だからその横柄な態度でケンタッキーって言ってきたんじゃなくて、はい、あのここで気持ちよく、うん、気持ちよくそう俺に言ってあげることが、はいはいはい、あのそれはもう分かってますなるほどなるほどで思ったんですけど、はい、時と、はい、古川と木田さんにサービスするので、木田と時もいるって家に、うん、聞いたらあの、お腹すいたって言ってますって聞いたんです。なんか、僕らも食べたいよってこと、はい、なんか飛んでるな会話がちょっとだから聞いてみますわ、ね、古川は、うん、あ多分聞いてくれたのかなと思ったんだけど、うんうん、まあ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 、木田と時もいるって聞いたら、はい、あ、木田と時もいてお腹すいたって言ってます、はい、お腹すいてるようですでも騎士としてはねあるようです、まあ、古川だけにあげるのそうそうそう、だから魔女3人分と言ってたら、いや本当に、はい、ちょっと遠い県だ、上着寺の県だはい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 、で、その1時間ぐらいかかる、はい、1時間で、じゃあまあ1時間ぐらいかかるけどちょっと待っててねって言ったら古川があの時間いっぱいあるんでいくらでも待ちますみたいな、暇なもんな、自宅待機中なんで、で、まあ、まあ、家俺も別に家で別に待ってたら木田から連絡来た、木田からどうしました、おお、まあ、寝て起きて、そう、うん、あの、お腹空いてます、どうしました、うん、あ、いや、お腹空いたって俺だけ連絡したから、お腹空いたって連絡したから、お腹空いてます、どうしましたって言ったら木田から、はい、あ、だから古川から聞いてると思うけど、ケンタッキーがあと30分ぐらいで届きます、持ってきてくれてるよ、そう、ちょっと待っててねって言ったら、ケンタッキーって何ですかって来たの、ありがとうございますって、え、急に何ですかみたいな、そう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 、これ俺聞きたかったんだけど、はい、その左に多分引いてないのよ、古川あお腹空いてる、3人ともお腹空いてますって言ってたのに、俺、はい、何パターンかあるなと思って、はい、一人占め、3人前の一人占めをしてた、なるほど、言わないで、そう、言わないで今ね、明日も食える、確かにそうそうそう、12ピースいらねえだろ、12ピース冷凍とかすればね、冷凍とかして冷凍もできるけど、なんか、その、もしくは、なんか岸さんが食べたいものを送ってくれるって言ってるよって、はい、キラに聞いちゃうと僕ケンタッキーじゃないですって言われるのが怖すぎて、ケンタッキーの口を抜けなかったかどっちかだなと思って、時は部屋で完全に隔離したから、そうですね、時には聞かない、聞くことができないらしいんだけど、払ってるって言ってますって来たんでしょ、うん、ちょっとどこで言ってないでしょ、それはいや僕の判断で、まあ、木田さんと時とは接触は接しておらず、その多分おそらく木田さんも結構普通に体調良かったんで、まあ、お腹空いてるから、いや、わかんねえよ、わかんねえだ、僕個人の判断でちょっとケンタッキーは僕の独断でちょっと指定をさせてもらいましたけど、ケンタッキーんおかしいんだよこいつ、やっぱそういうのな、いやいやいや、サイドつけられるじゃん、サラダとかほら、はいはい、あのみんな何サイドがいいって、うん、あの丸いさ、あービスケットがありますから2個選べるよって俺が言ったら、うん、あの全員ポテトとクリスピーでいいみたいですでもそこはでもそのそ聞いてるんです、聞いてるんです僕の独断でケンタッキーでいいそうですって言ったって、いやいいそうですいいですいいですって言った大丈夫ですそれはちょっとおかしいし、でも聞いてるわけでしょ、時と北に、いやでも二度手間になっちゃうんで統一させた方が岸さんも頼みやすいかなと思って、いやいや全然全然ボタン押すだけ、お前が決めんだよその統一も、僕ちょっとなんか岸さんの男気を伝えたかったのに、なんか僕が独断でケンタッキー選ぶやつみたいになってるじゃん、全然思ってた動画になってないじゃん、思ってた動画になってないっすよ、なんかあるお前でしょケンタッキー選ばれたほどケンタッキー選ばれたケンタッキー選ばれたねえよ、いやでもそういうのもあったし、すごい服とかも上から下までびっくり、服も本当に揃えてくれたりとか、前回のね動画でそうそうそう、ビーナスフォート、うん、お台場でもうなくなっちゃったね、あ、なかったんですか、ビーナスフォート、あ、なくなるのか、あでね、買ってもらって、お台場取った後にちょっと散歩しようよとか言って、そう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 、岸さんが古川に買ってて、であのまあ、これは高野さんのちょっと男気の話にはちょっとなっちゃうんだけど、岸、はいはい、さんが、うん、あの古川にもう 全身フルコーデ、はい、下まで全部あの買ってるの見て、アロハシャツからジーパンまで、うん、全部買ってる、はい、
ズパン、青森のジーパン、ズーパン履いてくれ、ズーパン履いてくれ、ええええよ、それもう、そうそう、全部買って、俺ら見てかっこいいってなってね、そう、最高、それを見て、高野さんも、ジーパンとシャツだけ買ってくれだけってなんだよ、いや、でも、いや、違う、でも本当にありがたかったんですよ、いや、買ったよ、いや、本当に岸高野さん、本当に2人ともそうです、岸さんはそれ見て、そう、負けらんねみたいな感じでちょっとだけ、おかしいだから言ってることね、買ってくれて、本当にありがとうございます、岸に負けらんねみたいな感じでした、じゃあ、俺が買わなかったら買ってた、いや、違う違う、だけど、その伊藤だけだって、逆に言って伊藤だけ買わないっていうのもかわいそうじゃない、それいや、でも全然伊藤のも買わない、いやいやいや、それは伊藤はじゃあ任せてくださいっていうことで買った、俺はそれで、なんでお前負けんなんか針あってみたいな気したら、いや違う違う、勝ってなかったら勝ってなかった、勝ってないかもしれない、それはだけどそのノリで俺は勝ったわけだから、俺は俺で男気あるって、そんなやってねえやつだよな、もっと青タン貼れるぐらいぶんなくてるのか、いや相当お世話になってんだろ、かわやんねえや、お前が本当はリーダーだったんかいみたいな、そのセリフでかわやんときなんじゃねえんだよ、じゃああと高野さんから岸さんの、あーそうですか、ずっとそもそもこうやってお笑い始めるっていうね、なった時もね、なんかいい話、資料請求でこうねって、資料請求がとかじゃん、はい、あれが実家に送られてきちゃったのよ、あなで、それで俺親にお笑いやんのみたいなことになっちゃった、はい、あいや、まあ、なっちゃった、うん、なったんだよね、親にバレたというかやるのってなって、はい、で、あ、まあ、うんって言ってて、で、騎士にお笑いやるって親に言ったのみたいなこと言った時、はい、まだあんま言えてないな、親にはって言ったら、やっぱりこう、死ぬ時に何を思うかだと思うんだよ、これは俺はずっと言ってるからね、テーマだから、なんかすごいですね、死ぬ時にお前がこの人生で良かったって思えたらそれでいいんじゃないかって言ったの、はい、俺それが全てだなと思って、はい、人生の生きるためのことの全てだと思ったの、はいはい、それが全てだからね、そう、人間は、そう、人間はそれが全てって言ってくれて、うん、でお笑いの道に連れてきてくれたってことです、岸は、いや俺は連れてきてないんです、えはいはい、いや、だからまだその時点で組んでもないんです、だから褒めてんだからさ、え、なんなんすか、そうですか、え、俺、別だから、お前も笑いやるんだ、何がって感じ、俺はその時、ああもう組むとかじゃなくて、あそうなの、お笑いの人生だけを言ってくれてたってこと、はい、ここはさ、はい、そのお笑いサークルだから、あ、まあそうですね、組んで、はい、組んで、で、プロになろうって言ったら、まだ、その、分かるじゃん、2人でプロになる、はいはいはい、俺は、大学辞めて芸人やるわって高野にまず言ったの、はい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 、ね、はい、そしたら、おーってなって、はい、5人ぐらいで飯食ってた、はいはい、10年も、はい、大学辞めて芸人になります、はい、みんな、おー頑張れよ、はいはい、おーそうかっつって、はい、高野だけ黙ってたの、その、あの飲み会で、はい、で、終わった後に、はい、浅薙公園呼び出されて、まあ、俺の家の近くに浅薙公園の下のベンチで、はい、なんかモジモジしてんだよ、高野が、はい、で、ちょっと俺も芸人やろうかなじゃあって言われて、俺は誘ってないから、はい、あ、そうなんだ、頑張んなって、まあそうですよね、いやでも俺は誘われてると思ったから、俺の前で誘われてる、俺の前で言ってきて、なんだかの、いや、誘ってことかと思ったんだけど、何人もいたんですか、誘ってないじゃないですか、で、あ、そうなんだ、頑張んな、まあまあ刺激受けてる、同期だ、みたいな感じで俺は思って、はいはい、ってことは同期だから一緒に頑張っていこうねっていう意味で頑張ろうね、あ、まあ確かに確かに、そうそうそう、頑張ろうねって言ったってことなんで、ちゃんとね、はい、頑張ろうねって言いました、養成所のパンフレットを送りたいから住所教えてって言われて、はい、あ、一緒のとこ行くか、せっかくならなってなる、まあ、確かになりますね、はい、同級生友達だしねってこと、そうそうそう、友達だし、はい、で一緒に通ったりしよう、はい、だからその段階なんで、まだ俺のここの時だから、なるほど、そうで俺が親に言えないんだよねって言った時は、そうだからやめようかなって言われたんだけど、はい、ただじゃあ別にやめて後悔しないんだったらやめればいいじゃん、おお、まあ友達としてそうそうそうっていうだけの話だから、別に男を引っ張っていったとかそういうあれではない、あれ全然、なんで騎士のことを褒めた2人がさ、はい、反論受けなきゃいけないの違うことを言っちゃって、僕もちょっと確かに男気をお伝えしたかったんですけど、なんかだから黙ってて、ね、かっこよく終わってんだから、ここは黙っときゃよかったんだけど、いや嘘は本当に古川と俺の普通にここでしたって話だったら、俺が連れてきてくれた、嘘ではない、俺からしたらそう思ったってこと、だから俺からしたらそう思ったってこと、いいですか、いいんですか、これでいいですか、岸さん養成所の一発目の授業の前になんかネタをね、披露する時間があるっていうから、うん、あの俺はじゃあコント書いてなんか発表しようかな、一人コントで
そしたら、いや、漫才とりあえず帰ってきてよって俺言われたの。へぇ、ああ、うん、高野とやるのか。でも、とりあえず高野とやって、そこから相方見つければいいやって、まあ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 、思ったら高野が黒板に、はい、その一回、牛魔王って書いてある。え、牛魔王？ネタ見せの資料のやつ、1回目のネタ見せの、はい、牛魔王って書いてある。前話したっけ、チーム名ね、俺らのチーム名。もともとその岸高野じゃなくて、はい、牛魔王にしようかっていうところ。コミュニティまで考えてたのかな。一人で考えたんですかそれ。まあまあまあ、牛魔王だからかっこいいから。で、岸さん相談とかもせずってことですか。で、これは恥ずかしいからって消して岸高野って書き直したのかなとは。だからまだ組んでないんだよ、正直。組んでくださいって言われてないし。なんなんだよこの感じ。サスペンダーズがお前のこと褒めたいって言って、ありがとう。いや、本当にありがとうございます。そうですね、確かに、はい、こんな形になるとは思わなかった。否定すんじゃねえよ、褒められた時は。かっこいいままで俺がいいんだよということで、ダサかった、はい、俺がダサかった。お前がダサかった。いや、そんなことないです。なんで全部お前の話は俺らがかっこよくしてあげてるみたいなことになるだろう。すいません、すいません、すいませんでした。ご視聴ありがとうございました。ということで、岸さん、結婚おめでとうございます。なんだよそれ。ありがとうございました。やめろよ、このポーズ。なんかすごい気持ちいいんだよ、俺は。